はい、皆さんこんにちは。レックス専任講師森田隆一です。それでは、ただいまより、エコノミスト森田隆二の経済会計時事解説。第八回目の講義ですね。開始させていただきます。よろしくお願いいたします。 はいえー、本日、ですね第8回目ということになりますがまずちょっと画面をですね切り替えていきますけれども、えー、第8回ということで先日、ですね、まあ、10月の22日になりますけど衆議院総選挙が行われましてです、ねえー、自民党が圧勝し そして希望の党が失速し、そして立憲民主党がですね、躍進したということで、日本経済にですね、そういったことがですね、どういう影響を及ぼすのかなと、まあ、つまり、ですね、安倍一強が、まあ、結局、自民党が圧勝したということで続くということなんですけど、日本経済、今後どうなりますかと、えー、そんなところをですね、まあ、本日、私の方でね、お話しさせていただければと思っております。 では、えー、本日の構成ということになりますが、えー、まず1番目といたしましてですね総選挙の大義と、えー、政党の主張ということですね。ね まあ、どんな大義があってです、ね、衆議院を解散したのかということで、まあ、安倍政権がです、ねまあ、あの衆議院解散ということで、えー、解散に踏み切ったわけなんですけどどんな大義があったんですかとそれからあ、まあ、選挙を行う際にです、ね、政党の主張というのが大切になるわけなんですけども、えー、どんな主張の違いがあるのかというのを簡単にまとめてまいります。 それから2つ目ということで、まあ、先ほどもタイトルにありましたけれども自民党が圧勝したんだとそして、えー、希望の党が失速してしまったんだとで立憲民主党がですね、躍進したんだとその理由は何でしょうかというところですね、まあ、簡単に私の方でまとめさせていただきましてそして3つ目といたしまして今後の日本経済の影響ですね、まあ、日本の金融市場、えー、株式市場あ,あるいはですね、外国為替市場どういうまあ展開を今後示すのかとそして日本経済ね、今後どういう動きを示していくのか 今回の総選挙です、ね、が与える、ね、日本経済の影響なんかをです、ね、私なりに考えてみましたのでお話できたらなと思っております。では えー、その次なんですけども、えー、衆議院解散、えー、総選挙の大義ということで、どんな大義があったんでしょうかということなんですけども、えー、まず一つ目ですね、えーまあ、9月の28日になりますけれども、臨時国会が行われまして、ですねそこでまあ急遽ですね、急遽というかね、まあ、前もって分かってましたけど、そこの冒頭でですね衆議院を安倍、えー、総理大臣が解散したということですね。 でその解散にどんな大義があったんですかというとです、ね、こんな感じになりますけども、えー、国難打破と今、えー日本、日本はです、ねえー、国難の状況に、えー、はまっているとそれを打破するそれが大義、えー、衆議院総選挙の大義なんだということだったんですね。 じゃあ国内んて何でしょうというとまず一つ目北朝鮮問題ですね、まあ、最近ですね、まあ、あの北朝鮮は、うん、結構ミサイルを発射したりだとかあ、まあ、核実験したりだとかということでですねまあ、うん、かなり緊張関係が高まってきていると、えー、日本はねもう本当にそばの、えー、もう本当に近くにありますからね、まあ、北朝鮮の動きっていうのが、まあ、非常に我が国にとってねとても大切なことでありますので、えー、北朝鮮の の問題というのがま、まあまさにまず、あの国難であると。 それから2つ目なんですけども、えー、少子高齢化問題を挙げておりましたね、えー、合計特殊出生,出生率というのがありますけれども、えー、1.44ということで、まあ、非常に低いと、えー、そして高齢化率、65歳以上のです、ね、方は26.7%ということで,です、ね、もう本当、4人に1人はあ、まあ、高齢者の方、まあ、65歳以上の、ね、高齢者の方ということで、まあ、非常に少子高齢化が進んでいると。 ひょっとしたら死んでるかもしれませんけど2060年なんかはですねもう本当に40%は、ね、65歳以上の方であるということでどんどん少子高齢化が進んでい,きます進んでいっておりますよとまさに国難だというふうに安倍政権は考えているとでこういう国難がありますのでここで解散してとていうことなんですねだけども安倍政権の本音としては、ね、きっとこれなんですよ。今ななら自民党勝てちゃうかなっていうかといこですよね あの民進党がでで、ね、ですすすねねね結構ポカをやってるんですよ、ねえー、民進党が、まあ、先日、代表選を行いまして、えーまあ、枝野さんとそれから前原さんが争ってですね前原さんの勝利ということになったわけなんですよね。で前原さんがですねその民進党のですね幹事長に、まあ、女性の山尾志り議員を選んだということだったんですけれども、えー、その山尾さんに不倫疑惑が出てしまいましてですね、えーまあ、非常に民進党もですね、まあ、あの状況が悪くなってしまったと。 えー、最大野党の、ね、民進党がこんな状況だから今、解散・総選挙したら自民党行けちゃうんじゃないかというのが1点ですよね。 であともう一点なんですけど、やっぱり小池さんの動きっていうのがね、小池さんが、いわれてないですね、小池さんがです、ね、国政に来るんじゃないかとい、まあ、う、ねえー、意見っていうのはあ,、まあうん、あったわけなんですけれども、えー、今だったら、ですね、まだ準備が整ってないでしょうということで、えー、どん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 ね、えー、時期を後にすると、ですね、小池さんも準備が整ってきて、ですね、えー、自民党としてはですね、非常にいい、まあ、あの強い敵,敵ということになるわけですから、小池 皆さんがが準備がまだ整ってないな今だったらいけんじゃないかということでですねん、まあ、9月28日に解散したということなんですけどね。 で、えー、次ですね、えー、政党の立ち位置ということで、私、まとめておきましたけれども、まず与党と野党ということで、まあ、与党は保守の考えをお持ちで、ですね自由民主党、そして公明党、これがまあ政権を取ってる与党であると、一方で野党ということで、野党には保守とリベラル、この2つがあるわけなんですよね。で、えー、まあ小池さんが作られた、そしてその希望の党というものなんですけれども、えー、民進党が合流しましたね。のの保守系の、えー 議員民進党の議員がこの希望の党に合流しましたけれども今回、この保守,保守の野党は希望の党そして日本維新の会これが野党で保守党野党で保守の考えをお持ちのです、ね、政党ですね。 一方、リベラルということで、まあ、ちょっと革新的なですね考え方をお持ちの方々なんですけれども、うんえー、これがまああの枝野さんが作られた立憲民主党と、それからまあ社会民主党、日本共産党、この辺はですねリベラルというふうに言いまして、ですね憲法を守るぞと、えー、それから、うん、集団的自衛権反対だと、まあ、そういった立場ですよね、次のところちょっとまとめていきますけどね。 主な争点ということなんですが、この主な争点ということで、ちょっとまたこちらでもまとめておきましたけれども、えー、私は、ね、この三つが主な争点だったのかなというふうに思っているんですよね。まず消費税の増税です。まず消費税の増税ということで、えー、2019年のです、ねまあ、10月に消費税を予定通りですね10%に上げちゃう。 上げちゃうううかかどという、ねですねえーまあ、そういったあその争点がまずあったということで自由民主党とそれから公明党はです、ねえー、予定通り上げちゃうんだというふうなことを、ねえー、主張しているとで一方で希望の党日本維新の会これ保守,党保守の考えをお持ちのです、ね、野党ですけども、えー、こちらはですね将来的には上げていこうという、まあ、立場なんでしょうけども 今はちょっとどうなのとえ、まだまだちょっとね、日本経済、えー、よくはなってきているけども、ちょっとまだどうなのということですよね、ですからちょっと一旦まだちょっと止めておきましょうというふうに主張しているのが、まあ、希望の党、日本維新の会、それからリベラルと言われる、ね、野党、立憲民主党、社会民主党、日本共産党、こちらもですね、消費税増税は反対ですよということですね。 まあねねちょっと、ね、私はね、まあ、どうなのかなという,ふうに思うんですよね、与党以外は全部消費税増税に反対しているということで、まあ、これはですねちょっとね大衆迎合をしているのかなっていうねそういったふうにも私はちょっと取って、えー、しまうんですよね。 まあ現在、ね、日本のお借金は、ねまあ、1000兆を超えていると、GDP の2倍であるということで、まあ、財政再建をやっぱり急がなければいけない状況であるというのも、一方では事実なんですよね、まあ、そこで消費税の増税をしないということでありますから、それを主張しているということですから、まあ、消費税増税しないというのはさ、確かに、ね、国民にとっては、えー、それはあの、えー、耳に当たりがいいですね、そういった主張になりますよ、しかしそれは大衆迎合になってるんじゃないのかなと。 いわゆるポピュリズムに陥ってるのかなというふうにねちょっと、まあ、うがった見た方になるのかもしれませんけどちょっとねそういうふうにも見て取れてるのかなというふうに思いますね。与党だけししか、まあ、増税、これ賛成してませんよというふうに逆に言えばねこの希望の党はねここで反対しとかないと、まあ、自民党と全然変わりが主な争点で変わりがないっていうことにもなってしまうので、まあ、ここでちょっと反対してたのかなとも、えー、見て取れるんですけどね。 まあちょっと憲法改正の方に行きましょうかちょっと次なんですけども、えー、憲法9条改正ということで、まあ、戦争法規のね、えーまあ、条文が憲法の9条にありますけども、えー、これを改正するという立場の,、えー、あのグループとですねいやいやそれはもうあの一言一句変えちゃいけないよと、えー、変えるべきじゃないよという立場の方々がいるということで、まあ、グレーの方もいるんですけどね <laughs> まず自民党なんかは 憲法改正、えー、しようよよううという立場ですよね、まあ、自民党の中にも、ですねもちろんいるんですよね、自民党の中にも憲法改正はちょっとどうなのという方ももちろんいらっしゃるんですけども、まあ、大きなあそういった、ね、方向性としては、自民党はですね、あのー、改正しようよと、まあ、そういった立場にありますね。 まあ慎重な方ももちろん自民党の中にはいらっしゃいますけどねで公明党も賛成だとで希望の党それから日本維新の会こちらもですね9条やっぱり改正した方がいいんじゃないのというふうに言ってるんですね、まあ、日本維新の会もかなり自民党と似てますねこの憲法9条に関してはただまあもう少しちょっと緩やかなというふうに、まあ、主張を伺って,てね思いますけどねで立憲民主党こちらも反対しております社会民主党そして日本共産党これはもう一言一句変えるべきじゃないというふうに言ってるんですね まあ基本的に今回は憲法9条改正反対なんですけども枝野さんはねまあ実は憲法改正論者なんですよねまあそれはちょっと後ほどお話ししようかなというふうに思ってますけどもまあ今回は自民党主導のですね憲法改正にはこの立憲民主党は反対しているということでこのリベラルの方々ですねリベラルのグループはですねえ憲法9条改正を反対しているとまあそういった立場になりますね。 で安全保障関連法案ということで、えーまあ、こちらに賛成か反対かということなんですけども、まあ、安全保障関連法案で、まあ、とても大切なところはあの集団的自衛権というのがありますけどねその集団的自衛権の行使を容認しているかどうかという、ねえー、ところがポイントなのかなと集団的自衛権というのは何かなというとあのまず自衛権って個別的自衛権と集団的自衛権があるんですよね。で個別的自自自衛衛権っていうののは自分,自分が攻撃されたら自衛のたらめにただ 反撃するとこれが個別的自衛権になるわけなんですけれども集団的自衛権というのは自分のお友達が、まあ、例えばアメリカがです、ね、なんか攻撃されたというとアメリカと一緒にです、ねまあ、反撃するというのが集団的自衛権ですよね。でこれがです、ねまあ、歴代の内閣がです、ね、集団的自衛権は、ね、個別的自衛権は認めてたんですけども集団的自衛権をです、ね、歴代の内閣はあの認めてなかった否定してたわけなんですけれども安倍政権が容認したということで、まあ、これに対してまあを訴 ベラルの方々はですね。まあ、非常に反対しているということなんですけどね。 ただ、まあ、やあの野党の中にも保守系の方々、希望の党、そして日本維新の会の方々はあ自民党のですね安保関連法案に賛成していると、やっぱりね、今、北朝鮮の脅威っていうのがありますからね、お隣の国ですからね、何するか分からないと、そしてミサイルのですね精度とか、そしてまあ破壊力とか上げてきてますからね、やっぱりまあ守るということを、我が国を守るということも大切ですし、アメリカへのそのね、えー、その協力体制もやっぱ強ですし、 込めるとということがやっぱり、アメリカに守ってもらうということに、えー、さらにつながる可能性もありますのでやっぱりこの安,安全保障関連法案というのはねあの、えー、野党の方々も、えー、保守寄りの方であれば結構賛成しているということが見て取れますかね。えーまあ、主な争点という,感じいうことなんですけどもこんな感じに、ねえー、表現できるのかなというふうに思いますね。 でえー、っとですね総選挙の結果をですね、えー、お話しさせていただきますがこんな感じになりました、えー、まずですね公示前はですねこれ朝日新聞のですね、えー、まあデータをちょっと私の方で加工させていただきましたけれども公示前は二百八十四自民党を持ちでですね獲得、えー、議席も二百八十四ということでまあこれは大勝ちというふうに言っていいのかなというふうに思っておりますねでなぜ大勝ちなのかというとこれなんですよ、えー、今回の総選挙です、ね。 465議席なんですね、総議員がね、この465議席のですね絶対安定多数、これ、261なんですよで。絶対安定多数って何ですかっていうと、あのー、ですねぜ、あのー、あ安定した国会運営をですね行うには必要な議席。ね 安定した国会運営を行うには必要な議席をです、ね、絶対安定多数というふうに言うんですけどもこれが261そして自民だけで,です、ね、自民単独で284取ってるわけですからあ自民党だけでもです、ね、安定的に国会を運営できちゃうという、ね、そういった議席を、まあ、衆議院では手に入れることができたんだということで、まあ、これは大勝ちって言ってもいいんじゃないのかなというふうに思いますね。でさらにです、ねえー、公明党と合わせてた というこ,とでこれ、313になるわけなんですけれどもこの313というのはですね総議員の3分の2、310を上回っているということなんですね。 でこれはね総議院の3分の2をね上回ってるというのはね非常にまあ大勝ちしてるということの証しであるんですけれども総議院の3分の2があればですね今、安倍総理がやりたい一番やりたいことって何かなっていうと、まあ、憲法改正なんでしょうねねおそらく、ね、で憲法改正に必要なのは衆議院で,議院でも参議院でもね総議院の3分の2の憲法改正の,改正の発議して総議院の,あの,3の3分の2にいなきゃいけないんですね、それぞれね。 あの憲法改正に賛成の人が総議員の3分の2になければいけないんですよ衆議院も参議院もねで衆議院が今回自民と公明でですね総議員の3分の2超えてますから衆議院ではですね憲法の改正の発議ができちゃうということなんですよね、まあ、参議院で通らないとだめですけどね、まあ、参議院では、ね、自民と公明だけだったらね総議員の3分の2超えてないんですよただあその憲法改正に賛成をの考えをお持ちのね例えば日本維新の会とかそういったところを合わせればですね総議員の3分の2超えちゃいます。 ますんでこれは憲法改正の方のの、ね、流れにい、ねえー、っちゃうんじゃないのかなとそういった、ねえー、あのふうにねで、えーまあ、公明はちょっと減らしましたで希望の党も減らしてしまいました維新の会も減らしてしまいましたしかしながら勝ちました立憲民,進民主党がと、ね、15から55人。 江戸野さんが大勝ちしたということですねで共産も負けてしまったとただ共産はですねかなりまあ,あそのね立候補者を減らしているんですよね立憲民主党がですね候補者を出したところでは共産党は候補者を出さないということをしたりしましてですねそういった配慮からちょっと議席を減らしてしまっているというのがあるのかなと思いますけどね でではですね、えー、なぜですね、自民党があ大勝ちしたのかあ、これをね、ちょっとお話しさせていただきますけど、えー、こんな感じですね、受け皿が希望の党と立憲民主党へとですね、分裂したんだということですね。 まあですからこ、まあん、これんなこと言ったら怒られるかもしれませんけどこれ野党が自滅した野党が一枚岩にならなかったっていうのがですね自民党が大勝ちした理由なのかなとつまり、積極的な支持がですねあったわけでは決してないんですね安倍批判票がですね単に分かれただけなんですよ。 このの希望党党と立憲民主党にねもう仕方なく自民だという方が結構今回は多かったのかなということですね。まあ一時のね安倍,安倍総理大臣の人気安倍さんの人気があった時の総選挙とかあるいは参議院選挙なんかではですねもう安倍さんにっていう感じの票が多かったのかなということなんですけど今回はですね野党が一枚岩になってないということで野党の票が割れちゃってですね自民党が勝っちゃったとそういうねまあうーん のの勝ち方なのかなかというふうふに思ってますよねですから安倍さんもですね今回大勝ちしてますけどかなりねなんか申し訳なさそうに勝たせていただきましたみたいなねそんな感じですよねまあやっぱり賭け問題がまだ終わってませんからあんまりねそのなんていうんですかね勝った勝ったというふうに言うとまた賭け問題がちょっとね、えー、あんた賭け問題の説明まだあんまりしてないじゃないですかというふうにこうあの突っ込まれかねませんから、まあ、ちょっとあの静かめな感じにしてるのかもしれませんが、まあ、やっぱりねあのー えーまあ、野党の票が割れたというのが、ね、大きな理由なのかなというふうに思いますね。ししかしということで、まあ、分裂して大勝ちしたんですけども大勝ちしたんですけどもしかしということで先ほど申し上げましたけど国民は未だ賭け問題に納得してませんよということでありますので、まあ、11月1日になるかと思いますけど特別国会が始まりますが、まあ、そこで説明責任を果たすべきかなというふうに思いますけどね。 では、ですね、その次に行きますがあ、なぜ希望の党が失速したのかということですね、まあ、希望の党は小池百合子さんが、ね、代表として作られた党でありまして、そして民進党の多くの、まあ、多くの民進党議員がそこに合流したという形になりましたよね、まあ、当時、民進党のですね、代表の前原さんが、ですね、希望の党と合流するということで、まあ、あれはかなりびっくりしましたよね。私ははね、もうかなり期待したたところはあったんですよ。 あのこのの希望にねでどうしてかというと、まあ、これで二大政党制が実現するのかなという,ふうなことで私は結構ね期待感を持ったんですねやっぱりねこの政治というのは二大政党制がないとダメですよね、まあ、今回、安倍一強ということでだいぶそれが長く続いてきましたけどもやっぱりね一強体制が続きますとですねどうしてもですね緊張感がなくなってくるんですよね。 ですから賭け問題みたいなああいった問題が出てくるのかなということで俺たち、ヘマしたら政権奪われるかもしれないというそういった緊張関係、まあ、つまり、二大政党制になるわけなんですけどもそういった緊張関係があるときにです、ね、やっぱり、えー、いい政治が行われるというふうに私は思いますので、まあ、そういった、まあ、あことを私は思ってるので二大政党制が実現してほしいなと希望の党だったらこの二大政党制実現してくれるのかなということでちょっと期待したところはあったんですけども、えー、失速してしまったということで なんで失速したのかなというと、まあまあ、やっぱりこの方の不出馬あこれがちょっと,多いかなと大きいかなということでしょうかね。 まあ私は、ね、やっぱり、ね、小池百合子さんという、ね、方ですね、うんまあ、やっぱり、うん、非常にコミュニケーション能力が高くて、ですね、まあ、例えば、まあ、記者の方からの質問ですね、まあ、それをうまく答えると、しっかりと答えると、えー、時には本当に腹立つ質問とか聞いて、聞いてても、部会者が聞いてても、ね、腹立つ質問だとか、ですねあるいは、うん、そうですね、アホな質問とかありますけども、えー、きっちり答えていく、対応力というのは非常にある方だなと、まあ、トップに立つ、ね、人間。 のはああいう方がいいのかなとも思いますしねやっぱり人を、えー、引きつける、まあ、そういった魅力のようなあものも、ね、お持ちの方なんで、まあ、女性初の、ね、総理大臣として、まあ、小池さんというのは可能性としてはありますし、えー、今後も、ね、総理候補なのかなという,ふうに思いますけども、まあ、今回、えー、希望の党の代表をお務めになっているにもかかわらず不出馬ということで、えー、しかもですね総理候補ですねこれ明示してないと。 自分は不周囲だですよとね。だけども。 この方を総理に、えー、我々は指名しますと例えば前原さんとかね、えー、指名しますと、えー、若狭さ,さんとかあ、ね、希望の党の若狭さ,さんとか、まあ、この方をですね、首相に我々があせ、えー、選挙終わった、総選挙終わった後のの、ね、特別国会でこの方を、えー、あの総理候補として、えー、指名しますという、ね、そういうのがあればですね、まあ、国民も投票しやすいですけれども。 もし希望の党が勝ったら誰が総理大臣になるんだろうなとちょっと分からんなというような状況だったらですね、国民もですね、その自分の大切な一票ですね、これをですね、投じる際にですね、ちょっとやっぱりね、そういった状況だと二の足を踏むのかなというふうにも思いますよね。で、あとやっぱりね。 やっぱり党首が出ないと党首がですねその選挙に出ないということはですねやっぱりですね責任の所在とかそういうのがどうなのかなとも思いますよね、なので、まあ、そういったところからですね、まあ、なかなかちょっと分かりにくいところがあって支持しにくかったのかなという,ふうに思いますね。 それから2つ目です。まあ、具体性のない経済政策ということで、まあ、いろいろね、まあ、小池、新党はですね、一応まあ政策を打ち上げましたよね、えー、ユリノミクスというまあ政策を打ち上げましたけど、まあ、次のページで、ね、ユリノミクスについて私、ちょっと簡単にね、えーまあ、一個だけ取り上げてお話しさせていただきますけど、まあ、それを私は拝見させていただいても、ですね、まあ、ちょっと具体性に欠けるのかなと、まあ、こういった政党がですね、ちょっと与党になったら大変かなというふうにも思ってしまいましたね。具体 性のかける、ね、経済政策を出ししてきましたんで、ねまあ、だ、そういったところもですね、まあ、見てる方は見てたのかなと、こんだけ具体性のない政策だったら、ですねこれ政権取ったらどうなのかなというふうに思った方は、まあ、票を入れなかったのかなというふうに思いますねでそれからですねやっぱりこれが一番大きいかなというふうに思いますけれども、排除の論理ですね、これはね一番大きいかなというふうに思いますね。まあ、表現があまりにもきつかったと 排除の論理、ね、排除という言葉が小池さんの口から出たということでこれは表現があまりにも、ね、ちょっときつかったんですよね。ただね内容的には、ね、私は、ね、小池さんの言ってることは正しいんですよ。 あの小池さんの立場としては、まあ、先ほどの、ね、希望の党の,、えー、その争点のところでもお話しさせていただきましたけど消費税増税に関してはいったん凍結するという立場そして、えー、憲法9条改正これは賛成だとそして、えー、安全保障法安全保障に関してもこれは、えー、賛成だという立場ですよね。でそれに対してあの 民進党の中の方々っていうのはねかなりリベラルな方共産党に近い方も例えばいらっしゃるんですよ社民党に近い方も例えばいらっしゃるんですよ、まあ、例えば辻元さんとか辻元清美さんとかねあの方なんかはですね憲法改正は認めてないと、まあ、天,天皇制はむしろあの改正しろというふうに言ってたりするんですけども九条は変えるなという立場なんですよねで安保法制ももちろん反対ということですよ安保法制が反対で憲法9条反対そんな人とですねやっぱり希望の党で一緒にやるっていうのはおかしな話なんですよ 根本的な考え方が違うんですよ根本的な考え方が違うのにこう一緒にね、えー、自民党を倒すためにくっつくっていうのはそれこそ野望ですよよく言われますけど野望っていうのは全然考え方が違うのにくっつくとこれが野望ということですけどそれこそ野望だと思うんですよねですから私は排除の論理がむしろあっても当たり前だったというもで思うんですよね。排除ししないとと、ね、と全然もう 180, 180度ですね考え方が違う人も一緒の党として出ると それはどうかなというふうに思うんで私はやっぱり判断としては。 ね、判断としては排除しててもらっっったた方が良かったかなという,ふうに思ってるんですよ、ね、だけどもその言葉ですよね表現ですよねあれはちょっと強かったかなということで私はね小池さんはねあそこでね「排除」という言葉を使って、まあ、毅然としたそのリーダー像を、えー、あの自分の中のリーダー像を、ねまあ、具体化したっていうような感じでね、まあ、ちょっと厳しめの言葉を使ったのかなとも思ったんですけどもやっぱりそれにしてもね表現としては強かったかなということで。 あれいろいろ、ね、失速の理由私は挙げましたけど、ね、小池さんが出ないと、えー、経済政策もちょっと具体性がないと、えー、いうことなんですけどもこれはねちょっと小さなひょっとしたらね理由なんですよね。やっぱり排除の論理っていう失言これがあまりにもね大きかったかなということなんですよねね、まあ、はっっきり言って、ね、前原さんもね。 あのやっぱりこの民進党の党首としてね、えーまあ、あ立候補民進党の党首になりましたけどやっぱり共産党とですね連携を組むのは非常に嫌がってたんですよね、前原さんもねやっぱりこの民進党っていうのはいまいち人気がないということでなぜかということで前原さんはね共産党と連携してるからですね人気がないんだと確かに共産党と連携すると共産党というのはですね30万の、ね、支持者がいるわけですからあしたがってですね そういった意味では、まあ、票をその方々から,得,ら得ることはできるであろうとしかしながらです、ね、共産党と連携しているということで反自民党の票がです、ねえー、自民党に戻っちゃうと。ね 民進党離れを一方で起こしていいるとううふなな考えをお持ちなのが前原さんんだったんですよねですから前原さんとしては、ねえー、まあ希望の党に、えー、とまあ合流するとおそ、えー、らくね前原さんは積極的には、ね、その排除の論理とかそういったところの言葉には乗っかってきてなかったかなと思いますけれどもやっぱり、ね、排除して当然というのをふうには、ね、内心は思ってたんじゃないのかなというふうに思ってますけどね。 やっぱり前原さんと辻元さんがね、一緒の前原さんもね、憲法9条改正賛成ですしね、それからまあ安保法制だって賛成ですからまあそれとやっぱ辻元さんがね、一緒の党にいるっていうのはやっぱりおかしな話だと思いましてねそういった意味ではまあ今回、も自民の圧勝 安倍一強がまた再びということになってしまいましたけれども、まあ、今回、その、うんまあ、野党が、ねえー、リベラルと、まあ、本当に共産党、社民党寄りの、ね、リベラルの方とですね、それからまあ保守の野党ここが、まあ、きれいに線引きさせられたというところは良かったところなのかなというふうに思いますけどね。えー、ではその次なんですけれども。 えちょっとね、えー、あの具体性のない経済政策ということを先ほどお話しさせていただきましたけど、えー、小池さんの新党、希望の党のですね経済政策、ユリノミックスということなんですけれども、えー、まあ金融政策に関して、ですねこんなことを言われておりました、金融緩和と財政出動に過度に依存せず。 民間の活力を引き出すユリノミクスを断行するということなんですよね。あのアベノミクスというのがありますけどねアベノミクスっていうのは大胆な金融政策そして機動的な財政政策そして民間の活力を引き出す成長戦略というねこの3つなんですよね、えー、金融政策財政政策そして成長戦略というこの3つこれがユあのアベノミクスになるわけなんですけどもユリノミクスというのはですね金融緩和。 そして財政出動、これに依存しすぎてはいけないんだと、でえー、安倍さんの言葉だったら成長戦略になるわけなんですけれども、小池さんの言葉だったら規制緩和ですかね。ちょっとと次かな、えー ここにはちょっと書いてませんけど、まあ、規制緩和、えー、規制改革それを、まあ、重視するような政策を、まあ、小池さんは考えてたんですよねですから、まあ、安倍総理大臣はやっぱりね基本の金融緩和これを重視してるわけなんですけども、えー、ユリノミクスではそれに過度に依存してはいけないんだと民間の活力を引き出すですねむしろ成長戦略規制改革規制緩和構造改革そんなところを、えー、大切にするべきだということを言ってるんですね。 この日の日銀大規模な金融緩和は、ね、維持するとで円滑な出口を政府一体となって模索ということを言われているわけですねで。こんなこと言われておりますけどねこれ具体性にはっきり言って書けるんですよね。えー、どういうういいことかっていうとか あの今の安倍政権がやってるのはあのまあ日本銀行の黒田総裁がねあの日銀のその金融政策の目標っていうのがありまして、えー、インフレ率2%なんですよ、えー、前年よりもインフレ率が2%上昇してるその状況を目指してですね金融緩和ドッカンドッカンマネタイーベースをですね世の中に出してるということなんですねマネを世の中に放出してるということなんですよで非常にそういった意味では明確なんですよね具体性があるということなんですけどしかしながら、まあ これをですね私、見ててもですね、まあ、当面続けるとじゃあいつまで続けるのどういう状況になったらですねそれやめるのとそして円滑な出口戦略を政府一体として模索ということなんですけどもこれいつぐらいになるのとこういうのが全然見えてこないんですよね。具体性が非常に乏しいかなというふうに思いましてまあ,あどうなのかなと具体性乏しいんじゃないですかとですからまあ、これを見ておりますとですねいつかのタイミングで。 積極緩和かから転換するのかなと今のところはですねあの当面維持というふうに言ってますから、まあ、当面は続くのかなとでもけど当面っていつまでなのかなとその辺もよく分かりませんけどもいずれその積極緩和から転換する。 えー、そうしたらちょっと日本経済ちょっと困っちゃうんじゃないのかなとはっきり言ってね今ね日本経済金融政策は非常に難しいところにいるんですよ非常に難しいところにいますんで、まあ、ここで余計なことはっきり言ってやって,やっていただきたくないんですよねですのでまあ,あ,あのそういった意味でね、うんまあえー、ちょっとこ,この金融政策どうなるのかなというふうに思いますけどねそして、えー、やっぱりねあのこれですよ、えー、私の関心は次期日本銀行総裁ですね あの日本銀行総裁の任期がですね来年の4月で切れるんです、2018年の4月ですね、ですからまた新しい総裁ということなんですけども、ここでですね、まあ、先ほども申し上げましたけど、今、日本銀行の金融政策が一番難しい状況なんで、まあ、変な方をですね総裁に指名して、ですね、えー、そしてその方が任命されるというふうになったら、ですねやっぱり日,日本経済がですねせっかくここまで来た、ね、円高修正、ねえー、民主党政権の時にもに1ドル75円まで行ったんですよ、円高がね。非常に に進みましたそして企業はですね、非常にその円高で苦しめられたんですよ。でその円高をですねアベノミクスによって1ドル110円台いっときは120円台まで行きましたけども円高を修正したとでそれによって株高も、えー、起きたということで円,円安株高路線、えー、そして円高修正を、まあ、実現してそして企業のですね、競争力を上げたっていうねそういった実績があるわけなんですね。でここでやっぱりね、金融政策のの方向転換とかそういういが起こってし、ま しまいますすとですね、ま、た一気に逆回転でまた円高ってていう可能性が出てきますよね円高株安っていう可能性が出てきますんで、まあ、そういった意味ではねちょっっとやっぱりまだそのユリノミクスが練られてなかったのかなとうう思いますんで、まあ、私としては、まあ、あ引き続き自民党で良かったのかなとも思っているんですけどねですからまああのユリノミクスがもし実現していたら円高株安も逆回転えこれが起きてたのかもしれないというふうに私は思っております。 ででは次です。なぜですね、立憲民主党がですね、躍進したんでしょうかと勝っちゃいました、ね、立憲民主党がねで。なんででしょうかということなんですけども、えー、第2党ですよで、私はね、その理由はね、まずこれだと思うんですよね、同情票ですね。ね、もうに日本は、ね、これが好きですよね。 まあ、いいものと悪いものに分けるとまあ水戸黄門とかもそうですよね悪の大官がいてそして水戸黄門っていういいものがいてそして戦うとそしてやっつけるというようなそういったいいものと悪いものっていうのが好きだと思いますけども今回ね枝野さんは排除されたという側でかわいそうだと、ね、で、うん、あの小池さんが排除っていう言葉を使ったんであの悪いものになっちゃったということでその今回枝野さんかわいそうといいものだと、えーえー、そしてあの小池さんが悪いものみたいになっちゃってですね それでまあ票がね、えー、かなり同情票ということで立憲民主党に流れたのかなっていうふうに思うんですけどね、まあ、小池さんに排除された枝野さんがかわいそうだと頑張れ枝野イケイケで枝野ということでその同情票をうまく拾ってですね、えー、野党第一党になったのではないかなっていうふうに私は思ってるんですけどねまあ立憲民主党がですね第一党になりました55議席を獲得ということでですねまあこれは、えー、躍進と。 おいうふうに言ってもいいのではないかなというふうに思いますねで第一党になったら何が嬉しいんですかっていうことなんですけど関連としてですね野党から衆議院副議長が選出されるということですね副議長を出せるとこれは大きいですねあのーえー、野党 ですね、今回あの、えー、小池さんの新党が確か 50, 50議席ですね希望の党が50議席そして立憲民主党がです、ね、55議席ですよですからたった5議席しか違いないなです。たったっ5議席しか違わないんですけども、野党第1党と野党第2党では天と地の差なんですよ。 これ衆議院の副議長を出せちゃうんですよ、野党の第統党というのはね。ですから、たったその希望の党と立憲民主党では 5, あの5人しか立憲民主党が上回ってませんけど、これは天と地の差であると。でさらに、ですねえ国会の委員ですね国会の委員会ですね、で委員会で野党の筆頭理事、これを、ね、え第大党が務めることができるんですね。 でこの筆頭理事というのは何かなというとこの与党の筆頭理事とです、ね、野党の筆頭理事というのがいて委員会を開くときにです、ね、それ話し合うんですよ。まず どんな日程でやりましょうかとかねあるいはどんな法案を審議しましょうかということで野党と与党の筆人児同士が話し合うということですからその筆頭ですを、ね、今度枝野さんの立憲民主党から出せるということですからねこれはね立憲民主党としては勝ったというふうに言ってもいいのかなというふうに思いますけどねねででははは次ですし、ね、しかし枝野さんににとっては長期的にはね。 実はマイナスだったんではないのかなというふうに私は、ね、思っているんですよね、まあ。枝野幸男という方なんですけども私はですね将来の総理候補だと実は思ってるんですね、ね枝野さんはね。で、なんでかなということなんですけどもこの方ね、あの民主党政権の時でとき、ねまあ、東日本大震災の時の官房長官をお務めになりましてでその時ですねペーパーを読まずですね目立った出現がなかったんですよね。 あの弁護士出身の方でもですねやっぱり失言というのは結構ありましてですねまあ例えば、後ほどちょっと述べますけどあの稲田さんですよね、自民党のえ稲田さん、今回当選されましたけどもあの方なんかはですねあの防衛大臣お勤めの時なんかはですねもうしょっちゅう失言してると弁護士出身ですよ、ですから弁護士出身でもですねやっぱり失言が多い方というのはいらっしゃるんですけどもえこの枝野さんというのはねペーパーも読まず目立った失言もないと棒読みしてないんですよ。 棒読みしてないのにも目立った失言がないというのはそれはすごいことだなというふうふに思いますし、まあ、それから、ね、あの時は異常な状況ですよ。 あの民主党政権、あの東日本大震災の時の民主党政権は菅総理大臣だったんですけども、菅さん、結構出現多かったんでね、やっぱり枝野さんの負担が大きくなったんですよね、えー、やっぱり枝野さんの方が出現し少ないということで、枝野さんがいろいろしゃべるということで、まあ、枝野さんの負担が非常に多くて、な、え、ん、ー、だったかな、2、3週間でね、もう4時間ぐらいしか寝てないというような状況もあったんですよね、あの東京電力がいろんな問題を起こしますんで、あの時ね、いろんな問題が東京電力から起きますんで、それで枝野さんがその度にね、夜中であろうが、何であろうが、 記者会見で喋るということですからもう本当に寝る暇もないということで1週間か2週間か忘れましたけど4時間ぐらいしか寝てないというような状況だったんですよ、それで目立った失言がないということですからタフだし、そしてそういったね喋る力、これも非常に高いと、ペーパー棒読みしてないということで、まあ、すごい方だなというふうに私は思ってたんですけど思ってるんですけどねでこの方ね。 ただね、まあ、私も憲法改正って別にね、あのそんなに積極的にね、あの非難、あのまあ、私もどっちかっていうと、改正してもいいんじゃないかなという立場なんですけども、えこの方ね、今、共産党と非常に仲がいい、ね、共産党というのは、ちょっとは最初に申し上げておきますけど、憲法改正を反対する方なんですよ。まあ、も一番初めね。 あの戦争が終わってです、ねえー、日本国憲法が1946年に公布、ね、されそして47年施行ということなんですけどもその時に日本国憲法を、えー、その認めない、えー、改正した方がいいっていうふうに言ってたのはむしろ共産党だけなんですよ、えー、その時まだ自民党っていうのはありませんけど自由党とか民主党とかいろいろねそういうのがあったかもしれませんけども、えー、その日本国憲法に反対してる政党っていうのは、えー、共産党だけだったんですよね。共産党 憲というね憲,憲法を守る憲法変えちゃいかんとそういった立場になったんですね。まあ、それ自体はね私はねそんなに批判しません。えー、あんた昔、九条反対してたじゃないかとあんた昔、天皇制反対してたじゃないかと私はそれはもう別に批判しないですよ。でなぜかというとそれは時代とともにですね考え方が変わってくるっていうのは、えー、ありますから。 それ昨日言ってたことと今日言ってたことが違うというのはそれはちょっとどうですかというふうに思いますけども1946年47年のとの、えー、あの見解と今とはそれはずれてもいいのかなというふうに思いますから、えー、そこの辺はね私はね別にねあの、えー、考え方変わってんじゃないかというのは別に言い,いませんけど、えー、いずれにしても、えー、共産党というのは憲法を守るという立場ですねそれは社会民主党もそうですで。枝野さんは憲法改正論者なんですよ。 しかも9条改正論者なんですよで、えー、共産党とか社民党は9条変えちゃいかんっていうふうに言ってるんですよね一言一句変えちゃいかんよというふうに言ってる、まあ、政党ですからそこと連携をしてるっていうのは私はどうなのかなというふうに思うんですよね。でさらにちょっとまとめていきますけども、えー、しかも枝野さんはですね2013年の10月号文藝春秋の10月号なんですけども憲法9条私ならですねこう変えるとね改憲、えーまあ、思案発表 する、ね、論文ですね、論考ですね、えー、これを出してね、その時ね共産党の、まあ、機関紙、赤旗でですね批判されてるんですよね、枝野さんはね。 あのまあ、私もこのね、文芸収入の枝野さんのね、私ならこう変えると、憲法を9条、私ならこう変えるを拝見させていただきましたし、あの法哲学の、ね、井上達夫先生っていうね、えーまああの、東大の先生がいらっしゃるんですけれども、その先生なんかも、ですねあのその枝野さんのね、この私なら憲法9条、えー、こう変えるっていうね、その論考に対して、自民党の改憲、ね、案と変わらないんじゃないかというふうに言われてますよ、私も変わらないんじゃないかなというふうに思ったんですけども。 その井上達夫先生ですね、えーまあ法哲学者のひ方ですけれども、その方なんかは、えー、変わってねえじゃんと、自民党とほとんど、自民党の案とほとんど同じじゃないかということを言われてて、で共産党もそう思ったんでしょうね、共産党の機関紙赤旗で、ですねその時枝野さんをたたいてますから、それはインターネットで調べれば、もちろんあの出てきますけれども、えー、枝野さんはこんなことを言ってるということで、共産党が2013年の10月号が発表された後にはね枝野さんを攻撃してると。でそんな枝野さん さんそういう憲法改正の、ね、考え方をお持ちの枝野さんとですね共産党が今連携してるということですね。そこはねねどうううななのかなというふうに思うんですよ、ねまあ、枝野さんはねあの憲法9条は将来的には変えていくべきだとただね枝野さんがあの今憲法改正を反対してるのはね あの自民党が、まあ、集団的自衛権を、ね、認めているとそれ,それを、まあ、安保法制としてまとめたとそれに基づいて、まあ、憲法改正を改としているとそこが問題だということを言われているんですよねだから憲法9条自体は、えー、改正するべきだという考え方は変わってないようなんですよねただから集団的自衛権、えー、これはちょっとどうなのという立場なんですよね。 で共産党は、ね、もちろん集団的自衛権もだめだということでしょうけども憲法9条改正もダメだめだという立場なんですよ、それは今でもね。ですからその枝野さんは 憲法九条を改正すべきだと。それは今でもそうらしいんですよ。で、えー、共産党は憲法九条を改正すべきじゃないっていうふうに言ってるんですよ。で、社民党もそうですよ。憲法九条を改正すべきじゃないというふうに言ってるんですよ。で、そこと連携するっていうのはどうなのかなと。だから私、枝野さんのね、将来のことを考えますとね、お前に考えてもらいたくないって絶対言われると思いますけど、私どもが格下ですから、<laughs> まあ、言われると思いますけども、でも、ちょっとどうなのかなというふうに思いますけどね。 まあ今回、ね、枝野さんとそれから前原さんでいったら民進党のです、ね、選挙では、ね、枝野さんが負けて前原さんが勝ちましたけど衆議院総選挙ではです、ね、圧倒的に枝野さんが勝っているということなんですけど私は、ね、今回の、あのーですね、対応というか、ね、行動で見ますと、ね、私は、えー、前原さんの方が真っ当な対応をしてた,たんじゃないかなとうう思うんですよね。 えー、ただね、あのまあ、先に何がまっとうな対応なのかっていうと、やっぱり自分の思う政策が前原さんにはあって、ですねやっぱり共産党と組むべきじゃないっていうふうな、そういった考え方をお持ちだったんですよね、でそれを貫いたということは、まあ、政治家としては、まああえーまあ、褒められる行動家かなのかなというふうに私は思うんですよ、えー、信念貫いてるというかね。ただ 前原さんはね、今回ね、やっぱりね、あの行動、前原さんの行動はもう裏目裏目というかね、悪い方にばっかね、えー、結果が出ましたよね。まず民進党のそのね、幹事長ですよね、山尾義利さんを、まあ女性のね、山尾義利さんを幹事長に内定させて、すぐ不倫疑惑が出てきたということで、まあそれでもう本当に、えー、前原さんの求心力がもう失墜しましたよね。で、さらにですね、まあ今回の小池さんとくっついてですね、そして民進党を分裂 させてしまったっていうことですし、さらに小池さんの排除の論理っていう言葉以降ですね、民心希望の党が失速してしまってですね、そして議席をかなり失ってしまったということで、本当に前原さんはね、今回風が吹かなかったですよね。まあそういった意味では運がなかったということなのかもしれませんけれども、あのまあ行動としてはね、むしろ前原さんの行動はマットだったのかなと、ただ風が吹かなかったなというふうに思いますよね。まあ逆に言えば脇が甘いっていうふうにも言うことができるかもしれないし。 山尾さんを選ぶとやっぱりもっと身体検査してから選ばないとっていうことですよねそういう,こう不倫疑惑とか今もううるさいですから、えー、女性関係男性関係これうるさいですからね今ねだからあのやっぱそういう方を選ばないようにっていう、まあ、身体検査をですねやっぱりこう、えー、党の要職を選ぶ際にはねしっかりとしなければいけないとは思うんですけどもそこのチェックが甘かったのかなということなんですよね。 で、えーまあ、私ね、共産党と社民党はしかも枝野氏を支障、えー、指名すると、ね、だから憲法改正の枝野さん、憲法改正しちゃいけないっていうふうに言ってる共産党、社民党、えー、なんですけども、今、連携しておりましてね、だから反自民ということで固まってるんですよ、一言で言えば。 反自民ということで固まっててですね、い、えー、るわけなんですけども、枝野氏を首相指名しますよというふうに言っておりますね。今度の特別国会でね、あの特別国会というのはまあ選挙が衆議院総選挙が終わった後に開かれるわけなんですけども、11月1日ですねおそらくね開かれるとでそこで首相指名をするんですよね。えー、だからあの今総選挙が行われてそして今の内閣総理大臣である安倍首相内閣が総辞職をしましてですね新しくこの選挙を踏まえて ですねえー、首相を選ぶと、国会議員から首相を選ぶということで、でまああえー、与党が、ね、大勝ちしてますから、えー、もちろん、えー、誰が首相になるのっいったら、安倍さんがあ総理大臣に首相になるということはもう決まってるようなものですけども、一応、指名というのはするんですよねですから、共産党とか社民党とか、もちろん議席をお持ちですから、じゃあ誰に入れるのってい共産党の、ね、C さんに入れるのではなくて、ですね、えー、枝野さんに入れちゃうということを、まあ、この間、ちょっと新聞か何かで読みましたけどね。 ですから、その根本的な考え方が違うのに連携を取るというのは私はいかがなものかなとそこの点で言うとね、私は前原さんと同じなんんですよ。前原さんはだからあの民進党の支持率が下がっているとやっぱり連携をやめるべきなんじゃないのかというふうに考えを、えー、考えていまして私もそこは、まあ、そうなんじゃないかなというふうふに思っているんですよね。でね。 なんか共産党の悪口ちょっと言ってるように聞こえちゃってるかもしれませんけど私はね共産党自体はやっぱり日本になければいけない政党だとう一方では思ってるんですよ。私のその国家観あるいは経済政策それはやっぱり共産党の方々とはもちろん違いますけどもやっぱり共産党という党があるからねやっぱり日本が一方でよくなるっていう事実もあるんですよね。でなんでかっていうと例えば今回のね安倍一強で何が起こったのかって言うとやっぱ賭け問題みたいな問題が起きるわけなんですよ。その時に ね、やっぱり自民党から一番距離の、えー、離れているところにいる政党である共産党の突っ込みというのは、ね、やっぱり鋭いんですよねですから、やっぱり共産党というのはそういった意味ではですねとっても大切な働きをしていると思いますしあと、共産党の方々の,、ね、あの突っ込む力というのはあの本当に感心させてしまいますよね、まあ、例えば、ねあの首相は、安倍首相はですねあの大事な数字は言わないというふうに言うんですよ。こんだけ経済を良くしましまたとね 今失業率、完全失業率が2.8%ですよと、ねえー、有効求人倍率はもう初めて1億上回りましたよと、ねえー、こんだけ円安にしましたよと、こんだけ株高にしましたよ、ついこの間、昨日、えー昨日まあ、金曜日だったんですけども、2万2000台に乗っかりましたよ、21年ぶりですよ。 こんだけよくしましたよというふうに言うんですけど大,大事な数字を言わないと安倍さんはねそういうことを共産党の方々言ってるんですよで大事な数字って何ですかというと安倍総理大臣ないしは日本銀行の黒田総裁が何を掲げて経済政策をやってるのかというと脱デフレなんですよデフレからの脱却なんですよでデフレからの脱却っていうのはインフレ率2%にするってことなんですよね全然達成してませんよインフレ率2%ねっ 今0.8%ですよ、インフレ率がね。全あごめんなさいですねですから全然達成してませんよ、そういう数字は言わないというツッコミ、そういったいいツッコミをされますし、あとやっぱりね。<laughs> 政党交付金これ受け取ってないとお、まあうん、先ほど申し上げましたけど30万人の、ねえー、方々がいらっしゃいますので、えー、赤旗という機関紙で、まあ、それで、まあ、収入を得てそれで、うん、いろいろ活動されているということで、うん、政党交付金ももらってないということですから、まあ、そういった意味では、ねまあ、独特のスタンスをお持ちのああいった政党があるということはやっぱり私は日本にとっては必要なのかなとやっぱりいろんな意見がありますからね日本には。 いろんな意見がありますからそれはあのやっぱりそういう政党もなければいけないと思いますしそういう政党があるからこそやっぱり賭け問題とかにしっかりと切り込んでいけるということで私は共産党の意義っていうのもね存在意義っていうのももちろんあるかなというふうにも思ってるんですけどね。ででは次です。<coughs> えー、ちなみに、えー、注目の候補はということなんですけども、えー、先ほど申し上げましたですね、山尾志り議員ですね、えー、不倫疑惑ということなんですけども、まあ、山尾さんの,、ね、あの不倫疑惑ね私は不倫してませんということを申し上げて、ま、言われてましたけどあのどうせしてんだろうっていうふうに、ね、国民の方々はきっと思ってるんですよけどねで山尾さんねすごいですよね受かっちゃいましたよ。 ね、あんだけ不倫疑惑が出たのに受かっちゃうということは私は山尾さんってさすがだなとうう思いましたねもちろん能力の高い方ですよ東大のね東大卒でそしてまあ司法試験合格してで検察官になってそれから代議士と政治家ということですから、まあ、非常に能力が高いというのはも,うもちろん誰もそういうふうに思っているでしょうけども、えー、さらにあんな不倫疑惑があってもう不倫してるだろうってみんな思ってますよおそらくね、まあまあ、そんなことを言っちゃ怒られるかもしれませんけど私はもう不倫してるんだろうなというふうふに思いましたけどあの会見聞いててね。でまあ、それは 置いといてでそんな状況の中、ですね選挙やって勝っちゃうということですがこれはねねやっぱり、ね、地元から非常に愛されているなと地元の、ねえー、人たちから愛されている証拠ですよね、それは本当にねすごいことだなという,ふうに思いますねただね。 ただ、私はねねやっぱり、ね、政治家には申し訳ないけどなってほしくなかったかなというふうにも一方では思っているんですよ。山本さんという方は非常に能力が高いしかも、ねえー、そんな状況の中を受かるということは愛されているということなんですけどでも、私は一方で政治家としてはどうなのかなというふうふに思うんですよ。でなぜかというと 民進党の幹事長内定した日にですねホテ,ルホテル行っちゃうというそのねやっぱり危機管理能力のなさっていうのがねどうなのかなというふうに思いますよ、ねえー。品川プリンスホテルの36階で、まあ、男と会ってた疑惑が出てきているということですけどもその民進党、えー、幹事長内定の日ですからねこれはいかがなものかなと、えー、注目されてるじゃないですか。ね、私のようなね えー、森田隆二のような人間だったら誰からも注目されてませんからね、まあ、例えばねこの,あの、えー、経済会計時事解説の後にね品川プリンスホテルの36階に行こうが、ね、歌舞伎町で合流してようが誰も興味が私のことに対して誰も興味ありませんから文集に、ねえー、引っこ抜かれることもありませんし私のような人間がそういう行動を取るのとですね山本さんがそういう行動を取るのだったらやっぱり訳が違うと思うんですよね。 やっぱりそういう危機管理能力のない方がですねやっぱり政治家になってそして大切なポジションにもし疲れるならばですねやっぱりまあ例えばテロとの脅威がある北朝鮮の脅威があるやっぱり危機管理能力がしっかりとなければいけないわけなんですけども政治家にはね。 えーまあ、ご自身の,そ,のそういった危機管理能力のなさがある方がですね果たして国を守れるのかなというふうにも思ってしまいますので私はね、えー、今回の当選というのはどうだったのかなと危機管理能力がなさすぎる方がなるのはちょっとどういかがなものかなというふうに一方では思ってるんでですすけどねで次です、えー、若狭さ,さんですね、これ残念だったですよね、まああのー、落選してしまいましたよと。 やっぱり、ね、若狭さ,さんは、まあ、その希望の党、まあ、小池さんをもう支えた方だったんですけども、えー、今回、えー、やっぱり小池さんの,、ねえー、その排除の論理という言葉以降ですね、まあみえー、希望の党が失速してしまったその影響をもろ受けてですね若狭さ,さん落選ということだったんですねもう政界引退ということを言われておりましたけどねまだ60歳なんでねもう一回ぐらいちょっとやってほしかったんですけど65歳には引退しようというふうに、まあ、本人は決めてたらしいんですけども、まあ、もう少しねノリ 力の高い方なんでもう少しちょっとやってほしいなというふうに思いましたけども、まあ、引退を表明されたとそれから、まあんまあ、鳩山太郎さんという方ですね、まあ、この方落選ということなんですけども鳩山邦夫さんという、ねまあ、亡くなってしまいましたけどあの、まあ、いらっしゃいましたけど政治家がねで、まあ、鳩山元総理大臣の弟ですよねでその方の子供ということで、まあ、落選してしまったということですよね。 でそれからですねあとは、えー、と豊田麻優子議員、ですね自民党のね元自民党のこの方落選ということですねあのこのハケとかねすごいこう暴言、そして暴力が発覚しましたけども豊田議員、ですねすごい怖,怖いなという,ふうに思いましたけどあのね録音とか見て聞いておりますとね。 でまあ落選してしまいましたよということで先日、ですね27日ですが、まあ、埼玉県警はですね傷害暴行の疑いでトトヨタ議員をでトヨタ元議員をね書類送検したということでまあこれからね、ねいろいろその暴行とか傷害のえそういった疑惑がね明らかになるのかなということなんですけども書類送検されてしまったということでこれからどうなるんでしょうかとこれがトヨタ元議員と。 でそれからこの方、ですね、金子恵議員ですね、自民党だったんですけども、え新潟から出てまいりましたけどこの方、ですね、落選ということですね。まあ、金子議員といえばですね、旦那さんのね、宮崎健介元議員ですよね。宮崎健介元議員はですね、この小池さんあごめんなさい小池さんじゃなくて金子さんですね金子さんがね、出産の日にですね、あの不倫していたということでもうあの去年ですかあの、すごい叩かれましたけどね。あのえー、それが、あの、 えー、あの宮崎、えー、元議員のね、えー、あのそういった影響もひょっとしたらこの金子さんにはあったのかもしれないですけどね落選してしまったと。 でそれから今村さんという方がいらっしゃいましたよね、まあ、あの記者会見でね、ぶち切れてね、それであの安倍さんに更迭されてしまったという方ですけれども、この方は当選したということですね、それから稲田さんも失言女王というふうに言ってもいいのかなというふうに思いますけれども、稲田さんもまあ当選と、安倍さんが総理大臣。 えー、をやめたらその後釜になるんじゃないかなと後継者安倍さんの後継者は稲田さんかなというふうにまあ言われたりもしてもありますけどこの方は当選とそれからまあ鈴木宗男さんですねまあこの方新党第一というところから出ておりますけどもまあご自身で作られた党党だと思いますが落選ということですね、えー、こんな感じになりますね <laughs> では、えー、その次ですね。 えー、実は株式市場は安倍さんが勝つと思っていたということで市場の動きを見てみるとですねこれ安倍さん勝つなっていう安倍さんが勝つというふうに市場は予想してるんだなというふうに、まあ、あ見て取れるんですよね。じゃあちょっと具体的にいきますけど 日経平均株価が57年ぶりに14連勝ということですね選挙が22日にありましたけどその22日日日日これ日曜曜日ですで金曜日まで月曜日から金曜日まで株式市場が空いてますからその金、ね、2日の,、まあのえー、2日前の金曜日ですから20日になるわけなんですけども20日の、えー、株式市場これ14日連続で株価が上がったこれ57年ぶりなんですよ。よ そして選挙が終わっても上がり続けました。16日連続上がりました。これは1949年東証が再開以来のですね記録ということなんですよね。もう株価こんなに上がり続けるのはないということで、まあ私もね、まあ結構利益を確定させてしまいましたけどね。で、えっ、ー、と次ですね。で日経平均株価が21年ぶりの高値ということで。 えー、14日連続続、ね、進した結果2万1457円まで上がりましたそして選挙が終わって、えー、昨日私金曜日昨日は、えー、27日だったと思いますけども、えー、2万2000円台を回復してますよこの2万2000円台を回復というのは21年ぶりです。 非常に長い間株価が下がってという、ね、時代を、まあ、通ってきましたけどもようやくまあここまで来たのかなと2万2000円台回復ですからね、まあ、結構、まあ、3万はまだまだかなというふうに思いますけど2万2000円というのはまあやっぱり心理的な節目というふうに言いましてねやっぱり2万1000円は超えても2000円は超えられるかなどうかなという、ね、節目だったわけなんですけどそこも超えて。 ということなんでまあ結構ね、えー、このままの調子で行、えー、ってくれればまあいいんですけども、うんど,えー、どうなのかなとも思いますけどね。 まなぜ上がってるのかというと、まあ、理由は2つなんですよ、やっぱり世界経済がいいということですね、アメリカなんかも今、相当いいですし、世界経済が非常にいいかなと、そしてやっぱりこの選挙ということで、やっぱりこの政権が安定するっていうのも大きいですよね、で小池さんが失速していこう、これ、安倍さんの自民党が勝つなっていうことで、それで、えー、じゃあ株買っとこうかなと、海外投資家が買いを入れて、んですね。あの政権が安定するって大切なんですよ。 だから小池さんがいくら人気があってもですねどういう政策を打って出るか分かんないんですよ、日本銀行の総裁に変な人を指名するかもしれないんですよ、そうしたらですね一気に逆回転なんですよ。 円高株安っていうねですから、その小池さんがどんなに素晴らしい方だとしてもですね経済政策が今後どうなるか分かんないっていうような状況だったらやっぱり逆回転が起こりかねないということでですね、まあ、あので安倍さんが今回勝ちそうだと小池さんがあ、ね、失速したからとそういったことでねあのじゃあ政権安定するかなというその期待感からですね海外の投資家はですね日本の株を買い漁ったというような状況だったんですね。 で、えー、まあ投資家アベノミクスの継続を予想してたと予想した結果がこの数字なんですよね。えー、こういう予想をしてなかったら株価は下がりますからあまあそういう予想を立ててたというふうに見て取れるのかなとで今後の金融市場への影響を、まあ、私ちょっと考えてみましたけど、まあ、今回与党の勝利ということでありましてですねアベノミクスが継続されるということですね。 えーまあ、アベノミクス、まあ、先ほど申し上げましたけど金融政策、財政政策そして成長戦略ということでこの3本の矢というねこの3つの矢をね、えー、うまく使いこなすそういった政策なんですけどこれが継続されるというのはやっぱり金融市場としては政権が安定して今までどおり、えー、こういう政策が続くのかということで、まあ、非常にそういった意味ではマーケットとしては、ねえー、望んでた結果と。 おそ、えーね、らく、えー、安倍さんがあ、まあ、総理大臣に、えー、引き続きなるのであればです、ね、引き続き安倍さんであれば、おそらく次期日本銀行総裁、来年の4月、ですね、えー、また新しい方になるわけなんですけども、次期日本銀行総裁も黒田さんなのかなと、で黒田さんがであればです、ねえー、引き続き大胆な金融政策なのかなということですね。 まあ任期5年ですから、まあ、黒田さんのね、まあ、一つ、短、ま、所、あ、的なところを申し上げれば今、あの方72歳ということで、まあ、日本銀行の総裁は任期が5年ということで,でマーケットはです、ね、もうあの年がら年中開いてますからね24時間開いてますからねえニューヨークが開いてるそして、まあ、中国のマーケットが開いてる、まあ、東京マーケット、中国のマーケット開いてるとそしてロンドンが開いてるともう世界中のマーケットが24時間どっかしら開いてるということですから為替市場はねずっと開いてますし、まあ、したがってですね、まあうーん 非常に激しい、えー、その状況にある、えーえー、そういったね、えー、あの状況にあってお仕事をされなければいけないというのが日本銀行総裁で、まあ、72歳の方、まあ、まだ72歳だったらいいんですけども。 これがね、えー、5年ですからね、77歳、78歳とかってなっちゃうと、ですね体力的に持つのかということですよね、まあ、そこがちょっと、うん、あの懸念材料ということですけれども、まあ、やっぱりね、黒田さん以外、ちょっと厳しいのかなと、やっぱりこの金融政策、大胆な金融政策というのは、非常に難しい金融政策で、やっぱり、うん、黒田さんはそれほどやっぱり失言とか、目立った失言がないんじゃないかなというふうに思うんですよね。あの日本銀行の総裁、あるいは、うん、あのアメリカの中央銀行、FRB でもいいですけれども、 やっぱり中央銀行の総裁のね一言一言でねマーケットって動くんですよですから失言があったら本当にマーケットが右往左往してしまいますんでやっぱり中央銀行の総裁っていうのはね本当に変な人になってもらったら困るってことなんですよね。 あの昔と違うんですよあの昔はねこの、うん、固定為替相場制の時代というのは中央銀行の総裁ってそれほど影響力がなかったんですよでそれに対して今は変動為替相場制え資本移動が、まあ、非常に自由な時代なんですよねえそういった時代において中央銀行総裁のねそういった役割っていうのは非常に大きくなってますんで昔とは違うということであの中央銀行の総裁っていうのは非常に大切ですとでおそらく黒田さんであればこれまで通りかなということで えー、マーケットの方々はん読みやすいということですよねだから引き続き円安株高路線かなということでその流れでいくのかなということですね、まあ、ただねその政策のですね、まあ、軌道修正っていうのがねあるかもわかんないですよねで、まあ、例えば候補として挙がってるのは今の日本銀行のね副総裁のねあの、えー、日銀プロパーのね 方で中曽さんという方がいらっしゃるんですけど中曽さんなんかがひょっとして、まあ、軌道修正を図るならばあ総,裁総裁になるのかなとあるいは日本銀行の理事に雨、ね、宮さんという、まあ、方がいらっしゃってです、ねまあ、日本銀行のエースというふうに言われている,るんですけども、まあ次期総裁かその次の総裁かわかりませんけど雨宮さんとかになってくるとです、ね、またちょっと、ね、政策が変わってくると思いますので、まあ、ひょっとしたら円高になっちゃうのかなといいいうに思いますけどねね、まあ、やっぱりでも、ね、黒田さんなんなななじゃないかなとは思いますけどね。 まあ,あるいはねあのコロンビア大学ですかね、えー、伊藤貴俊先生っていう私も本何冊も読みましたけども伊藤先生っていう方がいらっしゃってですね、まあ、その方なんかはもう毎回その日本銀行総裁のね、えー、候補に上がって、えー、いらっしゃいますけど、まあ、そんな方の名前なんかも上がってますけどおそらくまあ黒田さんかなというふうに思ってますけどね。<laughs> その黒田さんの、ねまあ、総裁、次、えー、期、時期ですねえー、時期誰がなるのかっておそらく黒田さんなんですけども、あのー、来年の、ねあのー、国会、あのー、通常国会1月に開かれますけどその通常国会で、あのー あの国会の同意を得てですね、内閣が任命ということで、内閣がね、こんな人どうですかって国会にこう聞くんですよ、それで国会の同意を得てで、それで国会が良ければ内閣が任命するという流れで、だから来年の通常国会、だから1月、2月、そのあたりにね、まあうん、話がまとまるのかなというふうに思いますけどね。 でえー、引き続き、だから黒田さんであればおそらく黒田さんですけども、まあ、引き続きですねということで、まあ、株高、円安路線とただしまあ実感なき好景気ということでもありますよね。 でえーまあ、あ円安であれば、ですね企業業績がアップすると、ここが大きいですよね、やっぱりまあ5社に1社が最高益出るんじゃないのかというふうにも言われておりますんで、それはやっぱり円安の恩恵を得てると、やっぱり1ドル75円だったら、非常に厳しいですよ、日本の企業が戦うとしたら、やっぱり海外、売上高比率を高めてますし、そして今後、どんどん高めていきます、なぜか少子高齢化だから、国内でビジネスやってて、もからなくなってくるんですよ。 ね、なので海外っていうところしか選択肢が、まあ、あまりないということでこれからどんどん加速しますよ、でその時にやっぱり円安っていうのが、まあ、やっぱり日本の企業にとっては心地いいということですからこれがね1ドル75円とかっていうふうになっちゃったらまた失速ですよ、日本経済はね。なので、まあ、1ドル今110円ぐらいですけども、まあ、そういった状況ですから、まあ、企業業績がさらにアップするのかなとしかも世界経済もいいですからねでそれから株高っていうのは、ね、これいいんですよ消費が増加するんですね。 株が上が上ったと、ね、株の値段が上がったと自分の持っている株が、ね、値段が上がっているというと何が起こるのかなと言うとそれ売却して、ね、でお金をもらって儲かったとっいう方もいらっしゃると思いますし自分の株の値段が上がったと含み益がこんだけ出ているとあ儲かっている,るからじゃあちょっと財布の紐が緩んで買っちゃおうかなという人も出てくるし実際売ってね儲かって、えー、お金を使うという人も出てきますけどいずれにしても株高になるとやっぱり消費が、ね、刺激されて消費が増えていくんですよね。 ですから、まあ、そういった意味でも、ねですね、株高政策というのは間違ってはなないいととうことなんですよねで。今後の日本経済への影響ということなんですけども、えー、成長戦略に期待というふう,なあふうに書いておきますけどねで。安倍政権の成長戦略は踏み込み不足成長率0点、えー、潜在成長率0.7%ということなんですけども。 あの安倍政権の、ね、成長戦略、3本の矢の1つなんですけども、やっぱりね、ちょっとキャッチフレーズなんかが先行して、ですねあんまりうまくいってないんですよねそれ、あんまりうまくいってない証拠が、この潜在成長率が0.7%ということなんですよ、アメリカなんかは大体2%ありますよ。 えー、日本のバブルの時なんか4%ありましたよあの、潜在成長率がですね、だからこう先進国の中でも最も低い部類ですよね、1%を切ってるっていう、それはやっぱり成長戦略が踏み込み不足である証拠なのかなというふうに思うんですよね。いまあ、未だ部分的にしか成果がちょっと出てきてないのかなと、まあ、キャッチフレーズ先行なんですよね。 まあ、例えば女性活躍社会とか1億総活躍社会とかね働き方改革人づくり改革そういった言葉は結構出てきますけど蓋を開けてみると潜財政長率0.7じゃないかということなんですよねですからちょっと踏み込み不足かなということで、まあ、今回ね私は成長戦略に期待しているとで生産性革命集中投資機関というふうにしましてですね 具体的には、えー、この新しい成長戦略ではですね、えー、今後の成長戦略では社員教育拡充した企業へ法人税減税とね、ねら社員に対してですね、まあ、社員教育ですね。 それを拡充した企業は税金安くしますよということで社員教育をもっと拡充するように促してですねで社員教育を拡充することによって一人一人の社員が強くなればですね生産性がアップしてですねイノベーションが起きてくるんですよ。でですすから、まあ、それを期待しているととうことですよね あるいは AI とかロボットとかそういうところをもっと導入していきましょうということですねあるいは最近だったら自動運転ドローンとかそういうのをねもっともっとということなんでしょうねでそれによって潜在成長率を押し上げようとやっぱりこの潜在成長率ここが上がっていかないと日本経済はですね長期的に良くならないんですよですからこの潜在成長率0.7ここを、まあ、例えば1.5だとか2だとかそこまで上がっていくとですね日本経済が変わっていくのかなっていうふうに思いますけどね で次です、えー、消費税の市,市,、えー、市と変更ということで、えー、安倍さんは幼児教育無償化だとか高等教育負担軽減ということを言われておりましてこれは私はいい政策なのかなという,ふうに思っております、えー、つまり人材投資をすることによってですね労働生産性は上がってくると労働生産性が上がってくる生産性が上がってくればやっぱり潜在成長率を押し上げるんですよ0.7から上がってくる可能性があるんですねただ効果はすぐには出ません 効果はすぐには出ませんけどやっぱりそういうねお金をかけるっていうね教育なんかにお金をかけるっていうことをしていけばですねそれは生産性上がってってですねすぐには効果が出ないけどやっぱり日本経済の将来を考えると必要なことなんですよねですからまあそういった、まあ、消費税の使途変更これは実は前原さんの案なんですよ実はね民進党の前原さんはこんなことを言われておりましてねで、まあ、消費税の増税こういうふうに使途変更すればいいんじゃないかっていうふうに言ってたんですけどそれを自民党がパクってということだったんですけどね で前原さんはね、この案を引っ込めてみあの希望の党と合流で消費税、増税を凍結という風なことになってしまったんでね、もう本当に今回の選挙何なんだろうなという風にも思いますけどね。しかし、ね、これをやってしまいますとね、財政再建が遅れるっていうこともあるんです。よ。 財政再建が遅れるというのは何かなというと、今、社会保障費がものすごく金かかっているんですよね、予算のうちだいたい30%ですよ、えー、それが社会保障費、だいたい30兆を超えております、社会保障費というのは医療とか介護とか年金とか、そういうのが社会保障費なんですけども、えー、それが30兆を超えてるということですからねで、どんどん増えていきますよ、少子高,高齢化ですから。 ですから、えー、その穴埋めそのおです、ねうん、これから増えていく社会保障費、そしてすでにもう、えー、赤字なんですよ、すでに赤字になっている、それを穴埋めするために消費税というのが必要なのに、えー、首都を変えるということは、ますます財政再建が遅れますねと、日本大丈夫なんですかということなんですよ、今はまだいいです、今はまだいいんですけど、世界の投資家が日本大丈夫なのかなと。 え日本に投資してくれるのかと言ったら NO って言うかもしれない財政再建が遅れてるからとね。ですから財政再建っていうのもね、後回しにするっていうのはいかがなものかなっていうことでもあるんですよねだけど今回ですね選挙見てみると消費税首都を変更した自民党そして後の党は消費税反対です増税反対ですからね で消費税増税反対ということはますますですね財政再建が遅れるということですからそれはどうなのかなどういうふうに解釈しているのかなということですけどね財政再建が遅れるとですねやっぱり今はまだいいんですけども今後どうなのかなと日本と,いうは日本という国はどうなのかなと投資,投資に値しないんじゃないかなとだってやばい状況じゃんとじゃったらもう投資するのやめようかなというふうになってしまいかねないんですよねですからやっぱり財政再建というのも、まあ、きっちり考えていかなければいかんということなんですけどね。 では最後ですね。まあ日本経済の今後注目するべきイベントなんですけど、私まとめておきました。まあ2017年ですね。まあ今年残りわずかということなんですけど、2ヶ月ちょっとということなんですが、まず TPP11 ですね。大筋合意を目指しておりますね。まあアメリカ抜けちゃいましたから、まあ、うん、影響力という面ではちょっとまあ大きなあ影響力はちょっとまあ、うん、ねアメリカがいた時に比べてっていうのはあります。 けども、まあ、しかしながらねやっぱりこの自由あごめんなさいえー、っと自由貿易の推進っていうのはねやっぱり我が国にとってはやっぱり大切ですからあこれをまずまとめていただいてということが必要になりますしあと日本とヨーロッパの EPAEPA ていうのは経済連携協定というふうに言いますけどその経済連携協定をヨーロッパとまとめればですねさらに自由貿易が進むということで日本の企業としてもありがたいと、えー、ますます日本の企業の業績がアップするかなということで TPP11 えー、それから日米,日米、日欧 EPA、えー、EPA は経済連携協定ですけど、それを、まあ、まとまると、まあ、ますます日本の企業は業績が上がるのかなと、それから、まあ、先ほどから申し上げてる、まあ、次期日本銀行総裁ですね、えーこれ、この方が誰になるのかなと、おそらく黒田さんでしょうけど、もし黒田さん以外の方がなったら、これは逆回転の可能性ありますよ、はっきり言って。 だからあの投資をやられている方なんかはですね、まあ、日本銀行の総裁というのが、まあ、うん非常に誰になるのかなというのは注目されているといいですしあと、アメリカもですねそろそろ出ます FRB の,の次期総裁がねで今、イエレンさんがやられてますけどイエレンさんじゃないんじゃないかなというような案が出てきておりますのでそっちも大注目ですよ先ほどから申し上げてますけど中央銀行の総裁というね そのポジションというのは世界経済にもろ直結するそういったことです世界経済にもろ直結しますので、ね、しっかりと見ていただきたいかなとそれから2019年予定通り増税ということになればこの年ですねはっきり言って経済はちょっと悪くなるんですよね。 だからこの年悪くならないようにいろいろですね自民党は経済政策、財政政策特にやってくるのかなというふうふに思いますねあの。憲法改正、自民党したいわけですから憲法改正するときはです、ね、自民党ね、ね私のこの経済、会計、時事解説の第3回目でも申し上げてますけどその憲法改正というねそういったことをするときにです、ね、やっぱり経済をよくしてきますよ、ね、自民党はね。ね経済を良くしてるそういっったた自民党だだからだったら じゃあ憲法改正 OK にしようかなっていう国民が出てくるわけなんですよ逆に憲法,あの憲法改正する時にね大体20192020それぐらいのスケジュールでしょうおそらく憲法改正はでその時に経済が悪かったら、えー、経済も悪いのに憲法改正なんてそんな後回しでいいでしょうっていうふうになるわけですよ。 ですからあその安倍総理大臣といたしましては、ね、憲法改正が悲願なわけですからもう何が何でもおそらく、ね、憲法改正をするために経済を良くしてくるかなというふうふに思いますので消費税増税、これひょっとしたら、まあ、延期ということもあるのかも分かりませんけどもあの消費税増税するならばです、ね、あの経済が良くなるそういった、ねえー、財政政策も組み合わせてくるのかなというふうふに思いますね。ね で、この消費税増税がうまくクリアされればあとは東京オリンピックということで、うん、この東京オリンピックはですね、その株価を底上げする経済を底上げするすごいパワーを持ったものですからまあ、たって2020、えー、ここはいいのかなというふうに思いますねだから2020年あたりはですね、株価は3万円とか3万5000円とかひょっとしたらね、3万8915円が一番日経平均が高かったあその最高値ですけどそれを超えてくる可能性もひょっとしたらあるかなとも思いますけども。 まいずれにいたしましてもその消費税増税というのが1つのポイントになってきましてでそこにえですね、消費税増税で経済が悪くならないようにえその財政政策をえ入れてきてですね、そして経済を良くして憲法改正というね、オリンピックの年に憲法改正とそんな流れで来るんじゃないのかなとね経済が悪かったら憲法改正に賛成する人もだいぶ減ってしまいますのでね。 まあ、そういうふうな感じで、ね、今後、流れるかなというふうふに思いますけれども、まあ、私といたしましては、ねまあ、二大政党制が実現しなかったということに関しては非常にそういった意味では残念ということなんですけれども安倍総理大臣がアベノミクスを継続的に行うということでありますので、まあ、そ,そちらに関しては、ねまあ、今後、大きく荒れませんからマーケットが大きく荒れませんからそういった意味では良かったのかなというふうふに思っておりますけどね。 まあ、二大正当性が実現しないそれは残念ですけど、ね、だからまあ今後の課題でしょうね、日本のね、やっぱり二大政党制を実現する、これはもうやっぱりね、アメリカだってそうですし、イギリスだってそうですし、やっぱり二大政党制があるから、ですねやっぱり野党に、俺たち、生ぬるいことしたら、野党に次取られちゃうかもしれないという、その緊張関係、そこが必要かなというふうに思いますんで、やっぱりね、えーまあ、次の選挙あたりで、二大政党制は期待したいなというふうに思っておりますね。 はい、えー、そんな感じであります。えー、本日の講義は以上とさせていただきます。皆さんどうもお疲れ様でした。